いろいろお話聞いてきたんですけど、今度ですねスクールの方をちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、本当にお花は全般ということで、そうですね、生花から布からプリザから、もう全てやってらっしゃるんですけど、はい、そうですね、はい、実はもう小さい時からお花大好きで、花歴30年くらいになりますけれども、沖縄が好きっていうことでですね、はい、沖縄でできるようなものをいろいろ考えてたら、はい、実は土を使ってやるガーデニングでいうと、はい、コンテナガーデンっていうんですけれども、はい、ハンギングバスケットってご存知ですか？こういうのですよね。はい、なんて言うんですか、空間に飾る花って言えばいいです、はい、ですかね、はい、だから壁に飾る花だとウォールハンギング、ハンギングってハンガーの意味で引っ掛けるって意味です、はいはい、だからハンギングバスケット、今日ちょっと本を持ってこなかったんで残念なんですけれども、はいはい、そういうものもですね講習会で教えてます、はい、美ら海水族館で、はい、ハンギングバスケットの、はい、講師もしてます、はい、あ、こちらの方に、そうですそうです、ちょっと出てますね、年間で、そうですね、はい、25人8回ぐらいとかっていうと結構です。かなりやってらっしゃいますもんね、はいはい、やらせていただいて、やっぱり沖縄県観光立県ですから、はい、皆さん地域の方々が、はい、意識して環境美化のためにもっていうことで採用されてると思うんですね、はいはい、楽しいですよ、そちらも根付きの植物も使います。根付きですか？根付き、根付きっていうのは根がついた植物のガーデニングもやります。あ、はい、あ、なるほど、はい、寄せ植えみたいな感じで、寄せ植えもしますね、はい、それもやってます、ハンギングとコンテナガーデン、はい、寄せ植えもやってます、はい、それと、そうですね、あとですね、はい、ジャスコさんのカルチャースクールでも教えてますね、はいはい、そうなんですか、はい、それも聖火のハンギング、これはですね花遊びっていう部類で、はい、でね、今おっしゃったそのプリザーブドから、はい、ハンギングから、はい、あと寄せ植えから、はい、あと布花、はい、いろいろアートフィシャルも使ったりとかしてます、はい、あ、じゃあ全部を網羅して、網羅した花遊びっていうカルチャースクールがあります。楽しそうですね、はい、これはまたなかなか全部網羅しないですね、一つ一つ分かれてスクールありますから、そうですね、昔からっていうか小さい時から大好きだって、はいはい、植物図鑑見るのが大好きだったんですそれが本当にもう毎日のように見てて、はいはい、でうちの父がやっぱりやんばるの森の中とか、はい、毎週のように連れてってくれたんで、うん、それと路地で沖縄でもバラを植えてた人間なんですね、はい、私が小学生の時から、はい、そういうことの影響で今が私があると思うんですよ、はい、うん、あ、素敵ですね。そして実際スクールいろいろ、はい、本当にいろんなコースがあるんですけど、ありますね、ちょっとご紹介いただけますか、はいはい、先ほど言っていただいたプリザーブドフラワーはですね、はい、7部門の資格が取得できます、はい、沖縄にいてそれを取得するような資格コースを出してます、はいはい、これはすごく嬉しいですね、はい、もう普通沖縄にないもので全部内地まで行かないといけないですから、経費かかりますよ ね、 ね、 大変ですよね、飛行機代だけでも大変なこと、私はそれかけましたかなりかけました、ね、だから聖火もやってますけど、聖火、はい、はヨーロッパ大体各地行きましたね、はいはい、あ、もう本当に本格的で、もう何もかも全部を、ね、一から、ご存知ということですね。 花が本当に好きなんですよ、はい、このなんかちょっとお聞きしたんですけど、離島からの方とかはね、またそういう宿泊だったりとか、 そうですね、そういうのもお世話していただいて、はい、やっぱり今ですね、何か手に職とかっていう意味でも、はい、この私たちが持ってる文部科学省許可の財団日本ヨガ文化振興会っていうところはですね、はい、障害学習のインストラクターを養成する、はい、資格なんですよ、はい、なので、はい、やっぱり離島とか、うん、本土の方からもですね、はい、本土の方はあちらでも取れると思うんですけど、沖縄で観光も兼ねて私のとこ来てくれる方はですね、はい、宿泊をしていただいて、はい、2つ3つ資格取って帰られます、はい、すごい、もうなんかそうやってね、皆さん羽ばたいていかれるんですね。宿泊施設はちょっと私個人的に準備をしてますので、うん、皆さんよろしかったら、うん、ご連絡ください。はい、うん、でレッスン風景とかもアトリエスケアクローさんの2階で普段は、
やってます。はい、ですよね。あの新都心って言いますけれども、はい、那覇市の中にありますが、はい、そちらの方ではもう個人レッスンから、はい、お友達同士とか、はい、あとブライダルは今あの男の子がブーケ作るんですよ。あ、そうなんですか。はい、これはあの新郎、優しいですよ、新郎が。ちょっと感激。それも映ってたと思うんですけれども、あのこの女性、この方ですか。今お花選んでますよね。ああ、はいはい。はい、こうやって皆さんあの一緒に選んで自分たちのお花、はいはい、ブーケを、あの晴れの日に向かって、でこのプリザーブドフラワーでやる利点がですね、はい、前撮り、はい、あのお写真撮る前に作り上げることができるので、そうですね、結婚式の時と一緒のお写真に収まるってことなんですよ。はい、あ、それはしかも自分たちで作れる、ね、お花も選んでっていうのちょっと、ね、この時見てるとすごくもう微笑ましくてですね、私も幸せなお仕事です。あ、本当ですね。はい、またそれがね、だいたいわかるんですよ、関係が。でもあの一番いい時なので本当に幸せをお裾分けしてもらってですね、あ、いいですね、楽しいです。でまたそれが何年もねお部屋に飾っておけるっていうのがね、すごくいいですよね。あの初心を忘れないでいられるんじゃないですか。中井氏のこの、そうですね、5年目7年目過ぎるといろいろあるんで、ただ誇りもかぶっちゃうから。はい、ね、男性の方がこちらもなさったんですね。あの彼はですね、はい、私のあの刻一点って言いますか、同じ資格を持っていらっしゃる方 で、はい、建築家の方です。あ、そうなんですね。建築とやっぱりあのお花を、はい、あのフラワーの方の部分もやっぱりいろいろなところで家作った時にここにお花を飾りたいわとかってありますよね。そうすると建築の部分からも必要だったりして、なるほど、はい、頑張っていてくださいますか。男性らしい色合いですよね。そうですね、はい、はい、と今こちらあのブライダルのこ のウェルカムボードなんかもね、はい、そうですね、できますね、はい、本当に何でもできますよね。ウェディングコースって言って、はい、自分でもう晴れの日をあの待ちわびながら一つ一つ作っていくんですよ、はい、そういうコースもあの花嫁さんにとってはすごく思い出に残ると思います。あのということは、はい、例えばお花にほらあの髪をセットした時に、はい、ノーハンダとかもできるんですか。はい、そうです、髪飾りもやりますよ。そうなんですか。ブーケといつもセットなんです。あ、セットで、はい、だからドレスが決まりましたら、はい、お写真持ってきていただいて、はい、まあ、白のドレスとあとカクテルドレス両方の、はい、形から、はい、ブーケの形もその時決まるんですね。はい、でもうだいたい衣装が決まりましたら、はい、髪型も考えてきていただいて、はい、どんなお花がいいのか、はい、大きいの一輪なのか、はい、細々と言って飾るのかとか、はい、いろいろご相談しながらやります。はいはい、それはそういうあのドレスを決めた後に、はい、あの作ってで美容室に持っていくんですか。そうですね、はい、あの前もって作れますよね。はいはい、そうするとあと髪を言ってくださるのは美容師の方なので、はい、それから先は美容師さんのお仕事ですね。はい、はい、それを持って、はい、でこれをつけていただくということ、はい、作ったものがもう刺さればですね、はい、美容師さんもプロですからどこにでもしてくださると思います。はい、人の髪飾りと同じ感覚で使って作っていいんです。はい、ということですね。そうです。そしたらあの要するにテーブルウェアセッティングなんかのも作りたければ作れるし、はいはい、作れます。何でも作れますよね。あのこれ先ほど言ったようにちょっと高いじゃないですか。はい、今まだ高いっていうイメージがあるので、はい、できれば基礎をができればですね、はいはい、自分で作った方が安いです。なので私は素材を売ろうと思ったんですよ。あ、なるほど。素材も売ってらっしゃるんですよね。素材も売ってます。ということはあのアレンジのだけではなく、はい、花材一個一個もお売りしてますよ。ているということで、はい、あのアトリエの方ではですね、はいはい、ショップも兼ねてますので、はい、うちではレッスンもした後に、はい、あのショップで今トレンドのものを見ていただくことも可能です。はい、アトリエスケアクローさんはあの場所をちょっと分かりにくかったりもするんですけれども。そうなんですよ、裏通りにいつも店構えてしまうので言われてますが、どんこらあたりというのをちょっとですね、地図を出しましょう、ね、はい、こちらのホームページに書かれたの分かりやすいと思いますよ。那覇新都心チェゴ屋さんの裏隣、はい、でもう、はい、すごくそれで分かると思います。チェゴ屋さんが変わった時には分かっちゃうんですよね。そうですね。私それでちょっと悩んだんですけど、はい、でもチェゴ屋さん分かりやすいなと一応思って、
58号線からが近いですね。近いですね、はい、そうですね。全国見てるらっしゃる方は、沖縄にいらしたことがあるかどうかわからないですけど、ごメイン道路の58号線から入った方が分かりやすいです、はい、ここが58号線ですの で, そうです、本当ちょっと入ったところなんですけど、はい、国際高校を向けていく通りのチェゴ屋さんの裏手になりますので ね, そうですね、はいはい、ここに写真が今載ってます、はい、お店の写真ですね。ぜひお電話くだされば。そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで家財もそうなんですけど、またインテリア雑貨もすごく充実していて、はい、すごい可愛いのがいっぱいあるんですよね。先ほど花は結構全部やってますってことで、はい、根付きの植物からいろいろやってますので、はい、まあ、うちにしか置いてない花器も扱ってます、はいはい、本当にここにもう本当に可愛いんですけど、いっぱい柿もあって、ね、またね、これからちょっとクリスマスシーズン、またたくさん商品も入ってきますよね。はい、ぜひ、カメさんもいらしてください。はい、レッスンしましょう。はい、行きたいと思います、はい。手作りしてください。安くで上がりますから。はい。ね、うちの方のページはですね、ちょっと はい、電話番号が別ページに飛ぶようになっていて分かりづらいんですが、はい、電話番号のご紹介をしたいと思いますね。はい、こちらですね、電話番号申し上げます。 098-866-8151、 866-8151 ですね。はい、そうです。営業時間が10時から19時ということですよね。はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。そして桂由美さんのちょっと、お話ししていいですか。はい、最近はですね、布花が流行ってます。アートフィッシャルフラワーっていうんですけど、作られたお花なんですけど、はい、こちらの方も結構人気でして、はい、空花っていう、こちらがパンフレットになりますが、はい、やっぱりフラワーデザイナーじゃないファッションデザイナーの先生が考えられた講座なんですね、はい、で、香港で作ったお花を使って、結構質のいいお花を使ってですね、はい、空花って分かります？空花って例えば芍薬と、はい、バラとパンジーを使って、はい、現実にないお花を作ってしまうコースなんですよ。もう本当にこれがそうなんですけど、3つを合わさった花、完全に作るね。さすがフラワーデザイナーじゃなくて、はい、ファッションデザイナーですよね。発想が、ね、本当に、はい、でこの今一番旬な講座です、はい、でこちらがですね、はい、書店でもこういうふうなオートクチュールフルールっていう本が発売されてますけれども、はい、ここに全国30、何人か先生いらっしゃるんですけれども、はい、この中の沖縄校の私は認定ゴール校です、はい、こちらに出てます。玉田さんが入られてますね。全国の30人の一人です、ね、よろしくお願いします。この30人の一人が沖縄にいらっしゃるというのがすごくね、はい、それでですね、これ全国で写ってるんですよね、はい、お友達が北海道にいるんで言っていいですか。ぜひどうぞ。はい、今沖縄ではですね、はい、ゆか先生頑張ってらっしゃいます。こちらなんですけど、はい、こちら、田中さん、はい、田中先生、理科先生、はい、田中理科先生、今ね、フェイスブックですごい人気なんですよ。あ、そうなんですか、はい、こちらです、はい、田中北の方はこちら行かれてください。そうですね、はい、じゃあ南北で頑張ってらっしゃるわけですね。そうですね、はい、よろしくお願いします、はいはい、こちらも今日ぜひアトリエの方に作品も置いてますので、はい、見に来てください、はい、ぜひ皆さん行かれてください、はい、ということで今日はちょっと慌ただしいんですが、盛りだくさんの内容でご紹介いただきました、はい、アトリエスケアクロー代表の、はい、玉田留美子さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。